です。さあ時刻まもなく午前十一時十一分になります。火曜日火曜特集月の三週目はインアンドアウトローカルメディアインアンドアウト編集長の安倍康平さんとお届けします。安倍さんスタジオに来てくださってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 今ね直前に駆け込んでこられた安倍さんがなんか何の作業をされていらっしゃる方かしらっていうあの服装でやってこられたんですけれどもペンキだらけでそうあのちょっとねペンキのオーバーオールをあの腰の腰とこオオーバーオーバルじゃないかつなぎをね腰のところでえくるっとして T シャツにはスタッフっていうのも字があるので着替えてこようと思ったんですけど。 ちょっと着替えてくる時間がなくて全然あの全くね構わないんですがその格好で歩いてたら何のスタッフの方ですかってお声がけされちゃうんじゃないかな <laughs> う、ね、と思うんですけども観光地とかにいたらなんか聞かれたりしますよねきっとね <laughs> ね何されてるんですかって <laughs> でちなみにそのね黒字に蛍光のイエローでスタッフって大きな文字が見えるスタッフ T シャツは何のスタッフ T シャツで、はい、これはあのー、普段あ寝巻きで着てるんですけど <laughs> あのフジロック毎年フジロックのあのーはい、取材で 行ってるんですけど、はい、それのスタッフ T シャツを今日は着てます。作業着として。<laughs> いやいやいや確かにね、アーティストグッズの T シャツとかね、あの家では寝巻きになったりしますけど、<laughs> フジロックのスタッフ T シャツ寝巻きになってんですか。<laughs> そうなんです。これ毎年あのもらうので、はい、もうここ十十年くらいあの取材で行ってるので、十年分かける一日一枚分の計算でもらうんで <laughs> かける三あるので。<laughs> すごい。 寝巻きにしても、もう一月持つみたいな感じ。<laughs> 本当ですね。はい、毎日着替えても一月持ちますけれども。<laughs> そっか、でも十枚こう並べて、ね、いる状態見てみたいですね。う,すねうん、うん、なんかやっぱ歴代のそういう、あのファンの人とかもいるので、うん、あの。 だめだと思うんですけどメルカリに出たりとかしてますね絶対それだめだと思うんですけれども欲しいなって思う方の気持ちはちょっと分かるなって思いますでそのスタッフ T シャツがひときわ目を引くんですがそのつなぎの方もそのペンキはほらファッションでよくね汚しでねペンキみたいなのついてるデザインのものありますけどそれはデザインじゃなくてリアルですかそうででですすね汚れ乾いいてるん椅子にたり スタジオを汚すことはないんでご心配しないですけどんでそんなことになってるんでしょうか <laughs>、あのー、実はですね、あのー、ついに、あのー、中古で家を買いまして<おー> <laughs> それでですねあの、はい、直してるんですよ今いろいろ工事入っていただいて、はい、配管直していただいたりとかしてるんですけど自分たちでやれるとこは自分たちでやりたいなと思って。 あの壁を塗ったりとかそういうことをやるのに今日あの作業してまして今も <laughs> あの11時からエアコンの取り付けの打ち合わせが。はい 急急に入っててそれを分でで終わららせいいままししたありがとうござす大丈夫かエアコンの打ち合わせ5分でんか思ってもいないとこに着いたりしないかしらと心配していますけれども昨年末だったかな来年の目標というか来年の抱負を聞いたときにいろいろね函館に U ターンして3年になるし決断しなきゃいけないことが出てくるという中でそのお家をどうしようっていう話が 出てきてた記憶はあるんですけれども、はい、それから半年ほど経って、着々とこう動いてたんですね、はい、そうですね、あのまあ、今住んでる家が、あの最初契約してから5年間で出ていかなきゃいけない,い賃貸の物件だったので、はい、その間に、えっとまあ、次の借りる家なり、まあ、買うなりっていうことを考えなきゃいけないというタイミングで、ずっと考えてたんですけど、はい、あ,のありがたいことに、いいご縁があって、あの見つかりまして。うん あの決死の覚悟で住宅ローンを組みました <laughs>。ローン組んだことってこれまでありました。初めてですね。初めて借金しましたね。<ー>ん <laughs> なんかやっぱ。怖いですね。ちょっと背筋が伸びるし。はい、なんか、こ、みんなこんな思いして家買ってんだと思ったら。 すごい割とこう皆さんまず初めにローン組むってこう車買ってね,ーねローン組むとかっていう方が多いのかなで、はい、あの車でこう数年でっていうところう、ねうん、からの、えー、その後こう家とかねそういう方も多いのかなと思うんですが最初のねそういう最初のこう借金ローン体験がね、はい、僕車持ったのこっち来てから初めてなので、はい、あのなかった たので、<laughs> いきなりね <laughs> ハードル高い家のローンっていうやつに取り組んでしまったので、免疫がなかったので、はい、すごい怖かったし、ええうん、あの今もちょっと緊張してますね。あそうですか <laughs>。家って大体のこう皆さん人生の中で一番大きな買い物なんていう風にね、うん、う言われますものね。そうですか。だからなんか最初そのね銀行 の方ととお話しするになんかどういうこと聞かれるんだろうとか、うん、面接みたいな気持ちだったので、うんで白いシャツ着てきました。<laughs> ワイ <laughs> シャツではなくて、はい、白いシャツを。一応なんかエリチェの白がいいかなみたいなふうに思って、はい、イメージ大事ですよね。よねいや、でも、確かに、そうなんですよ。こう、フリーランスでお仕事をしている方にとっては、ローンを組むっていうのは。今まで、あまり考えたことがない、この十年、二十年、三十年先の自分のこう、仕事のこととかを。こう、改めて見つめ直すっていう機会にもなりますよね。だから、あの、フリーランスの先輩たちから、個人事業主でお金借りる大変だよっていうの、うん、今まで散々聞いてたの。の 本当になんかドキドキしながら行って、はい、でもその銀行の方がすごくなんか柔らかく接してくれて最初にあの行った時にあの僕 NCV であのテレビのナビゲーターをやらせていただいたりとかしてるんですけど「はい、それ見てます」みたいな感じで<あ>言ってくださって「はい、未来箱」っていう番組をやらせていただいてるんですけどうん、うん、なんかそれで一気にこう気が楽になったというか。はい はい、そういうなんか入り口だったんで。 良かったです。確かにね、<laughs> あのこうなんだろう仕事フリーランスの仕事って何ともこうあの掴みどころがないところもあるんですけれども、そうですよね。かかねそ,それをこう例えばどういう仕事をしているとか、その人がどういう仕事ぶりであるっていうことをはい、はい、一旦でも知ってくれてる方がお話聞いてくださるって心強いですね。そう,そう思いました。ね、なんか僕それで思い出したのが、はい、結婚の挨拶しに行くときに奥さんのね <laughs>、うん、あのご両親にフリーランスのライターですって時にやっぱ。 なんだそれはみたいいなな感じ,じゃないですか最初 <laughs>、うん、だからやっぱりそうやってねこっち戻ってきてからありがたいことにこうやって FM イルカに出させていただいたりとか NCV で番組やらせていただいたりとか。 まあ同心でね連載書かせていただいたりとかそういうなんか目に見えて分かりやすくこうなんか信用していただけるような仕事をさせていただけるようになってよかったなとしみしみ思ってます <laughs> いや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 こちらこそ帰ってね本当に長きにわたりのお付き合いありがとうございますというところなんですがじゃあそこがめでたくクリアしそうですねだから今からちょっと頑張って直してはい進めるようにしてます。 でまずはそのこう、ね、ローンクリアっていうのは大きなところですけれども <laughs>、はい、家を、ね、こうあの持つというのは、はい、本当にだろう日々いろんなことを決めてい、うん、くっていう過程の上に成り立ってますよねそうでえに、ね、意思決定の雨嵐みたいな感じでここ1か月くらい <laughs> もう迷うこともあるし、はい、なんかよしと思って決めたけどなんかちょっと不安があったりとか。 ね、その住宅ローンもそうだし保険もそうだし工事の業者さんに見積もり取ってもらうとかもそうだしもう僕ここ1か月ほぼ,ほぼ原稿書けなくてもうその <laughs> いろんなこと調べたりとか相談したりとか、うん、意思決定したりみたいな感じで、うん、あのどこにも行ってないです珍しく出張も行ってないですし<ら>ずっと箱あてで調べたりとか考えたりとかする。<laughs> 5月後半から 5,、はい、5月、6月でしたね。うん じゃあその直前にね、あの10時間車走らせて、見に行けてよかったです、ね、<laughs> 本当ですすねね本当まさかね、か安倍さんがえ毎月毎月ご出演くださってますが、このひと月何してましたって言って、何もしてないですってしてない日 <laughs> が来ると思わなかったですけども <laughs>、ね、どこにも行ってないです、どこにも行ってませんってね言われる日が来ると思わなかったんですけれども、ね、じゃああこうあのもちろん業者さんにお願いするところもありながら、自分たちでもいろいろ手をかけてっていう作業になりそうですか。はいうん、そうですねあの 蓬莱町で妻が農家ヘアデザインという美容室をやってるんですけど、はい、そこの内装やる時もあの大工さんにお願いする部分とか設備屋さんにお願いする部分はお願いしてあと壁を塗ったりとか,なんかタイルを貼ったりとかは自分たちでやってて、はい、でやっぱその手をかける楽しさとなんかそれによって芽生える愛着みたいなのがすごいあるなというふうに思ってたので、うん、あの大変かもしれないけど一緒にやろうよみたいな感じで。 あのあちこちホームセンター行ってペンキ探したりとか <laughs>。やってますね。<laughs> そうですか。はい、一応こう、それがこう完了して、こうあの住めるようになるっていうのは、あとどれくらいかかりそうなんですか。まあ一か月以内にはって感じですかね。はい。じゃあ今年のこう夏休みの頃はね。うん もうあの新居で過ごせるということになるんですね。すねといいなと思っています。お子さんたちどんなテンションですか。あ、そうですね。あの子供たちはあの今までは共同の部屋だったんですけど。うん、子供部屋だったんですけど、はい、それぞれ部屋をあの今回は作れる。 感じなので、はい、それすごい喜んでますね。そうですか。うん、どうかな、やっぱり、最初は自分の部屋があると嬉しいから、それぞれの部屋にいるかな。それとも、こう、なんか、みんながいるところに集まってくるかな。ど,うかね、どんな感じになるでしょう、ね。なんか、一人で寝れるって聞いたら、ちょっとまだわかんないま、ねうん。ああ、<laughs> 本当ですか。いや、我が家で言うと、我が家は、の、子供一人ですけれども。はいはい あの寝る時きくらいしか自分の部屋にいませんねあ,あ本当ですかえ、<laughs> うん、いつもリビングにそうですね<ー>ちゃんと自分の部屋があっていい、ね、もう幼稚園くらいから一人で自分の部屋で寝てるんですけれどもほとんどいませんね、えー、なんかリビングにねいますけれどもどういうことになるでしょうかね、はい、さあお子さんたちで言いますとこの一月の間ってもしかして運動会ありました運動会ありましたね行きましたはい。えっと なんか先月運動会の話したたようなな気がするな違ったっけ運動会の話はしてないかな運動会行きましたね、はい、あの今僕らの頃の運動会ってお昼挟んで午前午後だったんですか、はい、でそのお昼の時にこうなんかふなんつうんですかそのござみたいな広げてうん、うん、みんなでご飯食べて。 でなんか中には肉焼いてる人とかビール飲んでる人とかいたじゃないですか <laughs>、はい、あれすごい憧れてたんですけど、うん、今は午前中で終わっちゃうので、はい、お昼もなくあのそのまま終わってでもなんかやっぱそれに憧れてたみたいな同世代のパパママたちがいて、はい、あの仲間内で運動会終わった後にあのに友達の家に集まってバーベキューしました。 そうですかいやちょっとその気持ちわかるような気がするって言いながら実は私小学校の時運動会給食だったんですよ函、ね、館市内なんですけれども、えー、あんまり多分当時ないかもしれない給食の運動会の学校だったのででも、ね、給食は運動会の時はちょっとこう普段出ないようなものがです菓子パンにジュースとか出るんですけれどもそれはそれで嬉しいやつだ。 確かにでもあの運動会っていうとねそのお弁当が楽しみだったよっていうねあのえお子さんもそうですけれどもご家族もねそういう方いらっしゃるんじゃないかと思いますけれどもはい、はい、コロナ禍でなかなかね、うんえー、そういう状況がなく、えー、コロナ禍落ち着いたんですけれどもそこはちょっと戻らなかったところかもしれませんね。あそうで,すねでもう今回はあの人数制限今までは親どっちか1人だけとか、うん、そういう人数制限があったんですけど、はい、今回は。あの 祖父母とかも来てもいいよみたいな感じで、はい、あのうちの両親も来てくれたんですけど、はい、その話、そのお弁当の話をしたら親はやっぱめちゃくちゃ大変だったって言ってましたね、<laughs> 朝からお弁当を作ってっていうのを大変だったなって話ししてましたねそうですか、うん、あれお子さんたちは、えー、とこのコロナ禍での U ターンでしたから、はい、こんなふうにじゃあおじいちゃん、おばあちゃんも来るよとかそういう運動会は初だったの初めてでうん そうですかでもなんかその後のバーベキュー絶対楽しかっただろうなって思いましたね。あったんですけど僕なんか別でお客さんが来てて案内しなきゃいけなくて 1>,、はいええ、1杯だけ飲んで外出て <laughs> で案内してで みたいな感じだったので、ちょっと来年はスケジュールをもうちょっとうまく調整したいなと思いました。はい、ちなみに運動会の中ではその親御さんが参加する競技みたいなのはあったんですか？ないんですよね。やりたかったんですけど、はい、なんかねリレーとかね。はい。 綱引きとかね、ねやりたかったんですけど、まだちょっと出番がなかったです、ね。そうですか、はいで。その話をするたびに思い出すのがほら、おべ、はい、さん前にね、もう町内会対抗運動会。<あ> <laughs> 本当にみんなにも言ってるんですけど。あのー、ね、緑の島とかで、町内会対抗運動会みたいな。やりたいなと思って、うん、ね、なんか四十代の部。百メートル走とかね、<laughs> うん、なんか。 小学生の部の何とかとかいろいろやってら盛り上がりそうじゃないですかです、ね、でやっぱ隣の町には負けるもんかみたいな気持ちになるし。うんうん 町の結束も高まるし、うん、そういうのをなんかやりたいなと思ってるんで FM イルカプレゼンツでやってくんないですかね。FM イルカプレゼンツ局長にちょっと挙 <laughs> げていただきたいなというふうにう思いますけれども、はい、いやなんでしょうでもそういうねあの町内会対抗みたいなものでね、えー、そしてこうあの町内の皆さんの交流を深めたりとか、うん、地域のこう交流を深める機会ってあったらちょっとすよねそいですよね。昨日ちょうど僕 えと小学校の PTA が今年から復活してですね、はい、PTA の活動がで、えー、と小学校の夏祭りをやろうっていう企画がスタートして、えーえー、僕夏祭り実行委員会になったんですけどそうですかこれはなんか町会と一緒に、うんあのー、コラボレーションして、まあ、小学校だけではなくて地域にも開いたお祭りをやろうみたいな感じでやってるのでなんかそういうのを、ね、だんだん広げて じゃ、あ運動会もやるかみたいな、感じにならないかなと思って、ちょっと頑張ろうと思ってます。そうですね、何が足がかりになって、運動会につながるかわからないので。いろんな活動をね、こう精一杯っていうところになるのかなというふうに思います。そうだ、この一月で言いますと、私安倍さんにお会いしましたね。あ、会いましたね。会いましたね。そう、あのパブリックライフのね、青木純さんがお書きになった本の。出版記念の、こう、あの特賞が函館で開催されて、お席がなんと隣でしたね。 <laughs> <laughs> すごいいい興味深い楽ししお話でしたねそうですね、あのー、まち、あ、づくりとかをされてる青木さんっていう方がいらっしゃって、まあ、今までどういうことをやられてきたとかそういう話をする回だったんですけどなんか、あのー、まず来てたお客さんが結構いろんな方が、ね、年齢も職業もかなり 幅広い方たちが集まっていてそういうちづくりとかパブリックっていうことに興味がある人たちがこんだけね函館旧市街西部地区にいるんだなっていうのがまずすごい希望のある風景だなって思いましたね。はいう本を書きになったんですがこう町の親っていうふうにおっしゃってて、うん、ちょっとすごくユニークなえ集合住宅づくりなんかをね、はい、青木さんされていて、えー、そのこう事例なんかもお話の中でしてくださったんですけれども足を運ばれていたこうあの会場の皆さん も結構年齢層とか幅広くいろんなこといらっしゃいましたよね,、うん、ねそうそうそうだからなんかあの中でいろいろあの一緒にこういうことやろうよみたいな話も生まれている場面に見ていたので、うん、なんか いいたましたねね本当です、ねうん、いろんなこう地域の事例がそのまま函館にスライドしてあのじゃあそれができるかとか、うん、えそれをやるべきなのかっていうとまたそうではないところもありますけれども何かしらのこうヒントになるようなことはね、はい、たくさんあったのかなと思いますね。 えー、そんなお話を私たちは隣り合わせで <laughs> 聞いていたりもいたしましたけれども、<laughs> 何せこの一月は安倍さんは、はいえー、お家のことがね、はいえー、大変ということで、まだどうですかこの先いろいろ決めることって出てきそうです？家のことはもうあとやるだけって感じなので、うん、そんなにあの頭を悩ましたりすることはなさそうですね。そうですか。はい、今はじゃちょっとその不安もありながらワクワクも大きい感じですかね。そうですね。楽しくなってきましたね。もうあとやるもう決まる決めることは決まったんで。うん あとはもうやるだけだみたいなな感じなので、はい、<laughs> ちなみにそのお子さんたちはそれぞれにお部屋ということですが阿部さんはなんかご自身のこうちょっとくつろぎ空間みたいなの持てそうですか僕はちょっと息子と取り合いですねどっちの部屋になるかみたいな <laughs> <ん>あの僕はそこの場所を自分の部屋にしようと思ったんですけど、ええ、娘たちはそこは息子の部屋だみたいなまだ3歳なんですけど <laughs>、ええ、ちょっと。 ね、もうちょっと大きくなるまで自分の部屋にしたいなとは思ってるんですけど文章書か,かれたり結構お家でもされる作業あると思うんですけれども、はいうね、どうですかあの結構、ね、そのお家で作業される方ってこう生活の空間と自分の仕事の空間はこう分けたいなとか、うん、オンオフで分けたいななんて方もいらっしゃると思うんですけど日中は自分しか家にいないので、うん、まあそういう意味では自分の空間なので全然集中して仕事をできるんですけどやっぱ子供たち帰ってくるとわーってなって てしまうのでそういう時はあのカフェに行ったりとか、うん、あの妻の美容室夜借りたりとかそういう感じで仕事はしてますすねそうですか、うん、じゃあねどんなことになるのか息子さんの部屋がちょっとの間ね作業部屋として使ってもいいようになるのかな <laughs> どうかなってそのあたりも楽しみながらさあそしてこれから季節夏になりますけれども、はい、今年の夏何かしたいこととかあります 今年の夏ですね今年やっぱまたねお祭りもいろいろ芸術祭とかも1週間やるとかいう話を聞いたりとか、はい、まあ楽しみなイベントがまたあの規模を元に戻して始めるみたいなことをいろんなところで聞いてるのでそれがすごい楽しみですね。ねえ、うん、動き始めますそしていい地もね、はい、動き始めましたもんね。そうですね色々なんか ぼぼやぼやしてらんなないでですすねね本当どうかな来月お目にかかった時にはね一月お家のこととあとどんな活動があるのかなって楽しみに、ね、あとなんか最近で言うとあの僕前にもここで「オードリーのオールナイトニッポン」っていうラジオすごい好きだっていう、はい、話をしてて、はい、東京ドームに行くっていう話してたじゃないですか、はい、で最近ですねあの「オードリーのオールナイトニッポン」の放送作家をしてる『まあデイデイとかのテレビの放送作家もしてるんですけど里光さんという、はい。 あの方の取材に行く機会がありましてその記事が最近公開になったんですけどすごい緊張してなんか久しぶりにこう会いたかった人に会えるみたいな回だったので<え>里光さんにこうどういうふうにもともと芸人さんで「ドキドキキャンプ」というお笑いコンビ<え>今もやってるんですけどそれをやりながら放送作家をやって今すごい売れっ子の放送作家になられてる方で、うんはい、その方にまあそういう仕事術とか、まあ、そういう。 向き合い方みたいなのを伺う機会であのめちゃくちゃいい記事が書けたんでぜひ読んでほしいなと思いますじゃあ私来月までにその記事を読んで、はい、来月またその記事のお話も伺えたらないたいなって思いますので,あ,です、ね、あと前ここに出てくれたドット・道東の中西さん拓郎、はい、のインタビュー記事も最近出たので、はい、それもすごいねあの道東というエリアの中で。 1>, あの1つ30分の打ち合わせするために片道2時間走ってみたいな人たちなんですけどあの北海道っていうの東側っていう、まあ、彼らの言葉を借りて言うと、まあ、その端っこの方とかあのそういう場所でどういう今ことが起きててどういう関係性ができててで今すごく盛り上がってきてるんですけどなんかそういうのに触れられる記事だと思うんでよかったら是非読んでもらえたら嬉しいなと思います。 ぜひ皆さん安倍さんのこう SNS などからもね、はい、こうつながっていろいろな記事が読めるようになっておりますのでご覧になっていただきたいなというふうに思います。あといつか一個どうぞ明日から僕東京行くんですけど、はい、明日の夜あの FM イルカによく出てる黒川くんと、はい、あと厚森蘭さんと三人で飲みに来ます。はい、<laughs> やだすごいなんかそこに私ハマりたい感じの FM イルカのオフ会みたいな。FM イルカそうですよね。はい ちょっとどんな感じだったかそれもそれもね来月来月教えてくださいね、はい、報告しに来ます <laughs> ありがとうございます、はい、楽しみにしております海洋特集インアンドアウトローカルメディアインアンドアウト編集長安倍光平さんとお届けしました安倍さんどうもありがとうございましたありがとうございました See you in the next episode